のコーナーリアクティブポッド杉浦隆史。これがジュニアの風格、杉浦隆史。リアクティブポッド池田大輔。今日はどんな掟破りを見せるのか、池田大輔であります。 NWF ヘビー級、 IWGP ヘビー級選手権者、高山ポッド高山芳弘。日本のベルトが輝いている。プロレス界を牛耳るか、高山芳弘。中コーナー195ポッド健太。その高山に膝を打ち込めるか、健太。280ポッド本田多聞。トクト多聞ワールドをご覧あれ。本田多聞であります。GBC ヘビー級選手権者、255ポッド小橋健太。ミスター GHC 小橋健太。シックスメンタッグマッチ60分の一本勝負で行われます。高山がこれ見逃しに NWF そして IWGP、 これを小橋に見せつけました。小橋の腰にはノアの輝ける GHC のベルト、そして高山は両手にさあ掲げた、俺が上だ、このベルトが上だ。両者が相手に見せつける形となりました。今日のこのシックスメンタッグマッチ60分の一本勝負、放送の解説はノアレフリーのマイティ野江さんです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしく。マイティさん、はい、矢が王にも盛り上がりますね。そうですね、王者2人が揃、いました。3本のベルトをね見せまして、もうあれですけども、まあ、ここはノアのマットですからね、まあ高山選手が小林選手に挑戦するなり。あ、ちょっと待ってくださいよ。小橋がこれは自ら先発を買って出ましたよ。それに対して高山はどうだ、それに応えるか。おお、すごいですね。応えた。この瞬間はまさに夢の3本のベルト統一戦。この瞬間だけそう言っていいでしょう。3本のベルトが今このノアのマットの中央でぶつかり合いました。がっちりと組み合ったファーストコンタクト、両者の力比べ、リングの中央ゆっくりと小橋が押し込んでいきました。ロープを背にした NWF、 そして IWGP 王者高山、体を入れ替えました。それをもう一度入れ替えた小橋。お互いが力と力、その技と技を競い合う、王者と王者が激突している。ここは余裕しゃくしゃくと言わんばかりに高山がクリーンに離れました。よーしよーしとうなずきました。2回うなずきました小橋健太。マイティさん、はい、この辺の静かな立ち上がりが逆にこれから何が起こるかわからない、そういったね、不気味ですね。さあ逆水平打ち込んでいった、エルボーで打ち返す高山。逆水平エルボー、両者ともこれまで数々の死闘、非常に激しい戦いを演じてまいりました。キックをかわして飛んだフライングショルダー、小橋は完全復活、何の不安もありません。逆水平を今ブロックしましたね。そうですね、ブロックしました。そして高いバックドロップ、真下に落とす形になった。そして蹴りが来るか、受け止めた、いや小橋が受け止めました。手下切りからローリング手下切り、片膝をついた高山、そしてブレンバスターの構えに、さあ持ち上げた、196センチ125キロの高山をまさしく高々と持ち上げました小橋。滞空時間が非常に長いことで有名な小橋が今ゆっくり堂々していきました。そしてそれをあえてカウント1で返したあたり、王者と王者のブラグですね。そうですね、まあ、お互い曲げられないという感じはありますからね。お互い気が強いですからね、はい、もちろんベルト、タイトルこそかかっていませんが、はい、一つ一つのこの接触、コンタクトというものに意地がある。これは前と後ろからキックが襲ってくる、サンドイッチ式になっている。足で踏みつける形になっていますが、これはレフリー西永は認めません。池田がリング内にいる限りはそのカバーが認められませんでした。しかしまたダブルでの攻撃が続くか。おっと、そして腕
着順に、そして杉浦が出ました。アキレス腱固め。いや、この辺は三人の連携と言いましょうか、もちろん即席ではありますが、1対1シングルマッチではなく、こういったタッグマッチ、こういったところにちょっとやりにくさというのがあるかもしれません ね。3人かかりゃチャンピオンに勝てないですから、さすがにね、まずとにかくこの小橋健太に標的を定めたか、高山組、高山、そして池田、杉浦、今日は高山とタッグを組んでいるのが池田大輔、そして杉浦隆、この小橋健太とタッグを組んでいるのが本田多門、そして健太、しかしその小橋の怒りを買うことになるのか、杉浦、あと火に油を注いだ、一発で倒れます。これが王者の重みのある逆水平、そして今小橋からタッチを受けました本田多門。コンツアーのこの開幕戦、新パートナーに指名してきました、この小橋が指名しました本田多門。本田との防衛戦がありました 4.13 有明コロシアム大会、26分55秒の戦いを通じて信頼関係が確立したといいます、小橋とそして本田多門。多門の気持ちが充実している今しか組むタイミングはなかった、本田と話し合ってそしてタッグを組むことになったと言っていました小橋。小橋と新しくタッグを組むことになりました。本田多門がリングの中央でこの杉浦を痛めつけます。まあ、確かに今年もあったから、またこれは3人で行くか、今度は3人で行った、また下の3人行くか、杉浦と池田がアキレス腱固め、そして高山が首をんどじ、小橋が入ってカットに入ろうというところで3人がばらけます。この辺も小橋の挑発の仕方というのを心得ています、高山、そして池田、杉浦。試合は5分を経過しました。リングの中央は本田多門、そして池田大輔、もちろん小橋、もちろん王者です。そして壮絶な戦いを繰り広げた本田多門、シングルプレイヤーとしてのその実力というのは誰もが認めるところではありますが、そうですね、その小橋と本田のタッグというのも非常に興味深いんですが、ただコンビネーションというのはこの試合が初めてなわけですからね。そうですね、でもまあ、大体もうお互いの個性を出し切ると思いますから。そうですか、こういったように軽々とリフトしていきました本田多門、力があります。戦う赤鬼、燃える赤鬼、そして優しく燃えるというのが一番似合う男、小橋健太、そしてバーニングの一員になります健太、今日はこの3人がタッグを組んでいます。今の健太のキックはいい、顔面に入りましたね。顔面、あれ側頭当たりでしょうか、いい角度で決まっています。ヘビー戦線ならずともこのノアのマットではジュニアの争いも非常に激しいもの発生されています。そしてマイティさん、7月あたり、あるいは7月以降に GHC ジュニアタッグのベルトも創設されるという今予定だということですね。はい、夏頃ですね、まあ、外人選手も含めて、はい、何チームかでね、トーナメントやると思いますけども、まあ、楽しみですね、それもね。誰が誰と組むのか、現在この杉浦と金丸がどうやらタッグを組みそうな、はあ、そんな空気もありますけれども、断るごとにタッグを組んで、そして、お互いを助け合うという、そういった場面も最近では多く見られます。まあ、盛り上がるんじゃないですかね、夏場は。非常に心待ちしたいところです。そうですね、そしてこの健太ももちろん、まあ、試合ごとにめきめきとこの実力をつけてまいりましたしね。そうですね、ちょっと肩を痛めてましたからね、先シーズンはもう完全に治りまして、はい、今はもう元気いっぱいで練習ガンガンやってますから、まあ、本当に先シリーズちょこっとね肩を痛めまして、本当は成長著しいですよ。そうですね、あれは、ですね、この健太は 4.13 の有明コロシアムで試合が終わった後も必要なまでその右肩を金丸に攻撃されまして、そうですね、いても立ってもいられずに菊池が飛び込んで、まあ、救出するという場面もありました。健太、はい、が果たして誰とタッグを組んで、そして7月あるいは8月夏に創設される GHC ジュニアタッグのベルトを狙うことになるのか。さあ、コバーに入る小橋が池田を丸め込みますが、カウントは2まで。
こちらは高山義郎 5.24 プロレス東京ドーム大会、永田裕二を相手に NWF、IWGP ダブルタイトルマッチを行った高山、エベレストジャーマンで永田を沈めまして史上初の NWF、IWGP 二冠王者に輝いた高山が青コーナーに控えています。今ある2本のベルト、その2本にあと1本追加したいと思っていると言っていたこの高山、ただそれを持っているやつがその気になっていないんだと言っていたんですけども、これは GHC のベルトを持つ小林への不満と見ていいですね。そうですね、小林選手としてはベルトを取るだけでは挑戦してこいと、GHC にそうなんですよね、そういう考えですね。小林選手は向こうに挑戦する気持ちはないと、はい、あくまでもやっぱり GHC のベルトはもうチャンピオンだと、高山選手は別には興味がないと言ってましたね。まあ、高山選手が小林選手に挑戦して取れば、まあ、3つのベルトを持つということですから、そうですね、そういうことになりますから、だから一度も小林選手は受けると。さあ、そしてリングの中では先ほどのお返しとばかりに健太、そして本田多門が仕掛けていきました。まあ、高山が突きつけました、その小橋へ突きつけた3本のベルトをかけた統一戦の要求には興味を示さなかった小橋、言っていました、自分には高山の持つ2本のベルトは必要ない、ベルトを3つまとめて GHC の価値を3分の1にするなんてのはもう安っぽいことはできないんだと。そうですね、自分は、とにかくミスター GHC でありたい、そのように言っていました小橋。3つ揃えたいならば俺から奪えばいいだけのこと、あくまでも高山を挑戦者として迎えたい、そう言っていました小橋です。まあ、小橋は三沢からベルトを奪いました。そして長野戦防衛を見事を果たしました。三沢長野という両団体の巨頭を退けたそのプライドというのももちろんあるでしょうしね。もちろんそうですね、プライドありますよね。今度はジュニア同士の戦いになりました。リングの中健太と杉浦が激しくやり合う、この激しい やり合いは近いうちに見られるでしょう。ベルトをめぐる、ジュニアのベルトをめぐる争いの中でもこういった展開がことあるごとに見られるはずでしょう。杉浦もあの鼻骨折してましたけどね、もう完全に良くなりましたから、治りましたからね。フェイスガードも取っていますね。そして四角からと言っていいでしょう、健太が下を向いていた、そこから高山の足が顔面キックが襲ってきました。もう完全に場外での乱闘になっているぞ。さあ池田が健太を連れて観客席の奥の方まで連れて行きました。そしてタモン、おっと入場ゲートに激突、しかしタモンは石頭、ゲートが壊れたか。そして場外でもなんと、さあ高山と今度は小橋鉄柱、両者がやり合う、王者と王者が激突、3本のベルトが激突、ハイキック一発、観客席に流れ込む。そしてこちらではパイルドライバーの対戦、拡大式、下は硬いステージだ。健太は大丈夫ですかね、後頭部を直撃、真っ逆さまに落とされました。そしてこの鉄柵の外にまで転げ落ちてしまいました。蹴り一発で転げ落ちてしまった小橋、荒れる試合になりました。本日の第7試合メインイベント、シックス選択マッチ60分の1本勝負、小橋組、高山組、両者王者の激突、ベルトが激突。しかしこの池田、あるいは杉浦、そして健太、こういった面々も非常に激しい争いを繰り広げている。小橋がなんとか救出に行こうという観客をかき分けていきますが、高山とそして杉浦に捕まった、健太はこの奥で捕まったのだ。外は長すぎますね、これ、かなりこれは場外での乱闘がついています。続く、とにかくもう秩序というものは全くなくなりました、無秩序状態、シックスメンタッグマッチ、本日のメインイベント、
さあ場外カウントが数えられます。これはとにかく試合を成立させるためには戻らなければいけないですね。そうですよ、まあ、両者カウントアウトということもありますけど、ね、はい、まあ、もう今戻りました、はい、改めて中で試合を行うようにと西永から注意が与えられました。杉浦そして健太ブロッキー状態、観客席そして椅子の上でのパイルドライバーを食らってしまった。それを救出にヘルプに行った小橋までもが高山そして杉浦に捕まってしまった。劣勢に立たされました小橋組、小橋、本田そして健太、リングの中央でスリーパーに捉えられているケンタ、グイッと絞り上げます杉浦。もうぐったりとしたケンタ、怒り収まらないといった表情の小橋であります。 3.1 の武道館で三沢との死闘の末初めてタイトルを手にした小橋、4.13 の有明コロシアム大会赤鬼と化した本田を相手に初防衛に成功している。さあ高山思い切りが来た。さあ3人目ゆっくりと味わうかのように突き刺していきました。蹴りを突き刺していった。これはカウント、片足を乗せるだけのカバー、普段高山がやる非常にやれる側としては屈辱的なカバーでしたね。さあここからとしては小橋組としてはここからなんとか劣勢を打開していく、どんなことをしていけばいいですかね、マイティさん。まあまあ、ケンタ、まあ、まあ、症状のあれじゃね、ケンタ、まあ、元気ですから、ギブアップはないと思いますけど、はい、これはただ、小橋、あるいは本田にタッチを交わしたいですね。そうですね、もちろんね、タッチしなきゃあれですね、相手は高山選手、でかいですからね、なんとか手を伸ばして、タッチしたいという表情にも見えました、小橋、ケンタ。しかし、このケンタを好きなようにいたぶり続けます、高山。自分が GHC 挑戦者というスタンスを取るつもりは全くないと言っていました高山。自分は2本のベルトを巻く王者、 GHC は言ってみればローカルなベルト、小橋の方が私に挑戦するべき、あるいは3本のベルトを統一する戦いをするべきだと言っていた高山、思い切りを打ち込んでいきました。同点に小橋と長野戦がありました。その試合を見て高山は言っています。長野は膝に怪我を抱えながらよくやった、しかし小橋はその手負いの長野相手に30分近くかかっての勝利だから GH 王者は弱いんだと、そこまで小橋を挑発していましたからね。まあそれはないですけどもね、あれだけの死闘を繰り広げました小橋、誰もが認めるその強さがありますが、あえてその小橋を酷評しました、挑発しました高山。しかしその小橋らしいところはその挑発にやはり簡単に乗らないところですね。そうですね、小林選手は自信がありますから、はい、どんどん相手来ても今の小林選手っていうのはもう膝の具合も完全にいいですからね、だからもうやるならやってあるという感じで逃げも隠れもしませんということですね。そうですね、はい、さあ今のはこれはもう自分たちで勝ち名乗りを上げてしまおうという2人でしたが、もちろんレフリー西永は認めません。ここまでは他団体に目を向けていた小橋、コンツアーはノア内部を活性化したいんだと言っていました。 GHC の価値というのはぐん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 上がってきていると思う、これからももちろん上げていくつもりだと言っていました小橋健太。高山が GHC のベルトに挑戦したいというならばもちろんそれは受けて立つ、ただ挑戦者というスタンスに立てないのならばそれを受けるつもりはない、ならば秋山純純とやはりやりたいとその次期挑戦者の一人に秋山の名前を出していました小橋健太であります。さあまた場外へとその戦いの場は移されたか、舞台は移されたか、健太を池田大輔が捉えて場外でのボディースラム、そして痛めつけてもう一度リング内に戻していきます。健太、この健太がもう完全に捕まっていますね。そうですね、健太はどっか足しなきゃダメですね。そうですね、このままじゃもうグロッキー状態になっているぞ。返した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 ぞ、しかし捕まる捕まる、力の技で返した返ってきました。そして片足立ちになった顔面ですか、顔面ありましたね今のね、いいキックが入りました、はい、そして
しこの高山の表情はどうですか。いやまだまだ入ってないし余裕ありますね。しかしやり返す高山、意地と意地のぶつかり合い、王者と王子がアウト、ジャンピングにを返した。そしてけさぎり、ローリングけさぎり、さらにはバックに回ってハーフネルソンの構えだ。池田が来た、これは池田が勝った。池田が大ちゃんボンバーでカット。さあ余裕ロックしてるニーリフト、ここは池田のカットがうまい具合で入りました。ハーフネルソンを出そうというところ、バックバット危ないぞ、エベレストがある、エベレストがアウト、ケンタが飛んできて、そして小橋がアウト。これは杉浦が来る、スピアがヒット。いや小橋がハーフネルソンあるいはショートレンズのラリアットを出そうというところ、必ずカット入るんですね。まあ、タッグじゃやっぱりいいですね、特に6人タッグってやっぱりシングルで2人の対決をじっくり見たいですね。この辺は池田あるいは杉浦が非常にいいタイミングでカットに入ってくる、タッグ戦ならではと言っていいでしょう。やはり王者といえども、おデスバレーの構えか、王者といえども小橋といえどもハーフレーソンの構えだ。これは逃れたいぞ池田、必死に逃れようとする、エルボーで打開、離れた、ロープに飛んで捕まえた、スリーバーの体勢、ここから投げることもできる、ここから投げる、ハーフネルソン、ハーフネルソン、初めて出ました、この試合、小橋のハーフネルソン、そして、あえてケンタへタッチ、壊しましたね、そうですね、これはどんな意図がありますか、そうですね、まあ、ケンタのためにも頑張れと、やられた試合だということですね、ケンタの試練ですね、先ほどやられた分は、お前、自分で返してこいと、そうですね、足を抱えられても、戦慄の膝、飛び膝、そしてエプロンから。スランダイブのミサイルキック、いい角度で入った。ここまでの流れはケンタいいですね。そうですね、まだまだやっぱり若いですからね、はい、元気ですよね、意気揚々とこの回復力が高いですね。おっと返していく、体を浴びせて返していった、カバーにはいかない。先ほどまで徹底的にやられた、その分を自らの力でやる機会を小橋に与えられました。ケンタ捉えてスタンディングでのフロントネックロック、しかし力でねじ伏せられました。池田大輔は高々とボディースラム、ネックロックをかわしておいて蹴りを打ち込んで、そして杉浦とタッチ、杉浦にもまさしくその信じられないほどの背筋力がある。この背筋力軽々と持ち上げて、しかし丸め込んでいくぞ、丸め込んでいく、ケンタにもうまさがありますからね。そうですね、おっとフランケンスタイナー、そして本田トモンだ、気は熟した本田トモン、ラリアットをかわしてスピア、おっとアマレス界では神様という存在だったから、本田トモンに対して同じくアマレス界日本の頂点を極めたこともある杉浦がガノンへのスピア、アマレス経験者同士と掟破りの掟破り、本田タモンにはデッドエンドがある、そしてもう一度ゴールドに行った、もう一度もう一度、ねえ、そして持ち上げた、リフトしていった、中連ズリフト、軽々と持ち上げていきました、狙っている杉浦が飛んできた、残ダイブでのショルダー打ち込んでいきました、高山がカット。さあ高山、池田、杉浦がこのリングの中に本田多門一人を痛めつけようと揃っている、ジャンピングに待っているところへ杉浦が抱え上げて、そして池田がダイビング式の大ジャンボンバー、そしてギロチン、さらにはとどめはジャックナイフで固めていくぞ、小橋とケンタが間に合いました。高山チームは連携がいいですね。いいですね、ここまで見ていると。小橋チームに比べると、3人が一体になってやってますからね。そうですね。やっぱりタッグっていうのはやっぱりコンビネーションですからね。はい。しかし、これからは新パートナーに指名しました。そうですね。本田多門を指名した小橋。この試合でまあ試運転といいますか。そうですね。こういうものができるというのを試しておきたいですけどね。スタンディングでの肩固め。すっかりこの本田多門の代名詞となりました、肩固め。肩固め、もう一度肩固め、しかし高山のジャンピングニーが襲ってくる、この辺も非常にいいところでカットに入る、
タッグ戦のやり方というのを心得ているのか、高山、あれ池田、そして杉浦、場外で今度はまた両王者がやり合う。そして投げていった、杉浦が本田球を投げたところ、カウンターどうだ、カウンター2、この杉浦が本田球超えなるか、本田球をオリンピック予選スタートで投げるのか。オリンピックに出場した経験がある本田球、オリンピック出場ならなかった杉浦、捉えた、捉えて力技で投げて固めている。そしてそのまま肩が前へと移行した、高山が抑えられている、高山が抑えられている。しかし池田が入ってくる、肩固めはまだ離さない。是が非でもこの試合は小橋との連携、その試運転、まずはやっていけるというその自信をつかみたいところでしょう。本田ともさあグイッグイッと杉浦の肩を首を固めていく、この形はどうですか。この場